はい、こんにちは、勝間博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダーオーズカンドロイドシリーズ04電気うなぎカンドロイドです。今まではね、タカ、タコ、バッタときましたけども、今回はもう長い電気うなぎカンドロイド、もう長いね、名前が、はい、2010年バンダイ、値段は2000円でございます。お値段2000円。カンモードから電気モードへ、電気うなぎモードへ変形。すごいね、これ。まあ、写真はイメージですって書いてあるけど、この、頭部がスパーク。え？実際にスパークすんのこれ。超楽しみなんだけど。超楽しみ。デラックス版は遊んだことがないのでね。じゃんと。そして、テューフ、テューフ、キン。うなぎ、ギン！はい。うなぎですよね。多分、電気うなぎっては言わないですよね。うなぎっていうよね。だって、あれだよね。シャウター、シャウターコンボ。シャチ、ウナギ、タコだもんね。シャシャシャウター。シャシャシャウター。電気ウナギ。すごいね、電気ウナギ。はい。お、ほんとだ。なんか、スパークしそうな感じが、もう出てますよ。これは、多分、転がししすぎて、ちょっとこう、あれなんでしょうね。ちょっとハゲちゃったパティーンのやつかな、もしかしたら。わかんない。さあ。お、これ何？もうすでに、これは別に、おお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 お、そして、おお来た、で、出た、おお来た、お、すごい。で、電球なぎだから、これをエラだね。この、蓋のこれがエラになるんだね。うわ、来た、できた、うわ、すげえ、うわ、あ、すごい、これすごい、本当にスパークする。わかった。これ転がしそうするとここハゲちゃうんだ。そういうことね。だから手で見えてるかな。あ、下がっちゃった。見えてるかな。あ、たまになる、たまになる。いくよ。あ、これ下がっちゃうな。どうしよう、むずいな。こっちは、とりあえず静か、おとなしくしてもらってて、ここだけでいこう。むず。きた！むず、これ。はい。すげえスパークしてる、マジで。これすごいね。本当に電気走ってますね、多分ね。このなんか、この感じ、この感じね。すげえ。で、まあ実際に、だから、これは走らせることはできますよってことだよね、こうやって。おぉ。おぉ。すげえ。この地面から来るパターンすごい。おお、すごい、どこ行くかわかんないね。縦横無尽ですね。これ楽しいわ。これ一番今んとこカンドロイドシリーズで俺いいかな。こういう、やっぱ光るってのがいいですよね。うん。光る系はやっぱいいよな、ほんとに。で、戻すときは普通にカチカチと。で、どっちだ？こっちか。おお。オッケー、できた。これで、おおこれで、カンモール。オッケー。ということで今日ご紹介したのは、こちら、電気うなぎカンドロイドでした。それでは、また明日。